平成29年台風第3号は2017年7月2日に発生し日本に上陸した台風。この台風の通過後、平成29年7月九州北部豪雨が発生している。進ロズ6月30日頃にフィリピンの東で形成が始まった低圧部が7月1日15時に熱帯低気圧になり、同時刻に合同台風警報センターは 熱帯低気圧形成警報を発した。その後、フィリピン大気地球物理天文局は、フィリピン名、エモンと命名した。そして2日9時、熱帯低気圧は、沖縄の南の北緯20度40分、統計127度5分で台風となり、アジア名ナンマドルと命名された。同日12時、JTWC は、熱帯低気圧番号 05W を付与した。 台風は3日未明に石垣島付近を通過した後、東、シナ海を北上し、次第に進路を東寄りに変え、4日8時頃に長崎県長崎市付近に上陸した。その後も台風は強い風雨をもたらしながら早い速度で投進し、同日12時過ぎには愛媛県宇和島市付近に、17時前には和歌山県田辺市付近に再上陸した。五日九時、 日本の東で温帯低気圧に変わった。強風の影響で九州各県において計6万8500世帯で一時停電となった。また九州新幹線は全線で一時運転を見合わせた。長田深い床寺の電柱が6本倒れた。ありがとうございます。